信号を左に曲がれ。あいこまで叩いてくんじゃねえっちゅうのに。100メートル先信号左折。100メートル先。いやだから2回言わなくていいっつってんのにな。ダメだこりゃ。ミスタータローズショータイム。もしもカーナビが左翼デモみたいだったら、のまっき。はい、おはようございます。河野太郎です。今日はですね、たまには気分転換にドライブでもしてみようかなと思いまして、動画を回しておりますが、そうですね、せっかくなんで鎌倉あたりまで今日は行ってみたいと思います。その前にまずカーナビゲーションをセッティングしていきたいと思いますんで、よいしょ。鎌倉だから、1192、あ、いい国で出てこねえから、カーナビだから、ひらがなで、かまくらと、よいしょ。大丈夫かな？案内を開始します。セット OK だね。バッチリ、大丈夫。それではカーナビさん、ナビゲーションよろしくお願いをしたいと思います。出発進行。タロー僕かタロー。しばらく道なり、まっすぐ進め。お、しばらく道なりだね。了解。左側車線、走行しとけ。走行しとけ？なんかさっきから進めとかしとけとか、随分乱暴な言い方すんな、このナビは。まあまあいいや。左側車線ね。了解。300メートル先、信号左折。300メートル先、信号左折。2回言わなくていいっちゅうのに。1回でわかりますから。300メートル先ね。100メートル先信号左折。100メートル先。いやだから2回言わなくていいっつうのにな。これで変なリズムつけんなよ、気持ち悪いな。なんだこのナビは。この信号を左に曲がれ。あいこまで叩いてくんじゃねえっつうのに。左に曲がれ。で何この信号機。なんか赤と青おかしくねえかこれ。まあいいや、左ね。よいしょ。次の信号も左に曲がれ。覚醒器かなんかで喋ってんのか、この鍋は。左に曲がれ。とかちょっと。え、何ここも左？また左ね。なんか変だな、この鍋はさっきから。よいしょ。その交差点を極めて左。極めて左っておかしくねえか、その表現なんか。それでまた左って結局元の場所戻ってきちゃったじゃないか、バカ野郎。どうなってんだ、この鍋は、ほんとに。300メートル先ってそれさっきと同じじゃろっちゅうの。もうどうなっちゃってこれ。とにかく左に曲がれ。いやとにかく左ってそれじゃぐるぐる同じとこ回んだけじゃねえかバカ。ちょっとおかしいな、これちょっと一回止めよう。ね。ハザード出して。よいしょ。やめれ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 。いやもうほんとどうなっちゃってんだこのナビは。ちょっと説明書でも見てみましょうね。何左翼専用ナビシステム。なんだこれは。ダメだこりゃ。戦争法は絶対反対。戦争法は完全にぶっ壊れてんだもん。そんな左にばっかり曲がって同じとこぐるぐる回ってっからいつまで経っても前に進めねえんだろっちゅうのに。もうだからどんどん時代に取り残されちゃってるっちゅうのに、そこに気づけないんだな、このナビゲーション使ってる人たちは。戦争反対なんて当たり前のことを日本でわざわざ大騒ぎして叫ぶなよバカ。あ、そうだ、もう行き先を変えましょうね。そうだな、あ、皇居にしようね。皇居に行きましょう。皇居。皇居と。よしと。連動性は今すぐ廃止。まあ左翼専用ナビシステムじゃ当然こうなるわな。どうしようかな。あ、そうだ。じゃあなんかお前のおすすめのドライブコースで。セットと。よいしょ。朝鮮総連中央本部をご案内します。ダメだこりゃ。帰ろうね。帰ってツイッターやろう。とにかく今すぐ10万よこせ。こちらはプラス81チャンネルです。チャンネル登録、高評価、それから心温まるコメントをよろしくお願いをしたいと思います。私からは以上です。